らしい景色だ。いいねいいねいいね。綺麗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 。綺麗だな。炭になるらしい。綺麗綺麗綺麗。おいいね。いいねいいね。カモね。楽しいです ね、 ね、 最高ね。最高ですね。いつもカメラこっちにあるんで、ちょっとあの右色大丈夫で、はい、4600、これ4600になってるよ。山口さん、じゃあ、はい、早速ということで、ちょっときっかけで、はい、噴火したのでなだらかな地形になっていて、そばを作ってるっていうところですね。広庭っていうところ、綺麗だ。綺麗。すごい。綺麗すぎ。刺激が入ると視聴が落ちちゃってます。刺激が入ります。あのすごい。中野市長が呼んだから間違いない。すぐな参道が作ってあって。ここはの実はお日様の動きで方向を決めてあるんです。実は当時の伊勢とか上高地とかと一緒です。ここ中野さん、中野さん町だな。技術町ってのはちょっとね、人待たせるのすごい嫌がるんですよ。まあ気持ちが分かる、うん、そういった恭平、そういえばね、ああカントリーで好き足がフランスで大変市長がなんか、市長がなんか、市長どうですか？感じてます。うわ。感じてます。これ番組で使われないかな。癒されてます。いいっすね。送ります。いや、落ち着く。落ち着く。癒されてます。金メダリストの癒し。いや、自然のエネルギーを感じています。ありがとう。これで樹齢何年ぐらいなんですか？400年ぐらいだ。400年ありがとう。400年。すごいな。いやあの、ね、はい、ここ両サイド水路があるもんですから。そうですよね。ロケ中です。長野の SDGs です。立ち位置だけ決めてしまいました。コロコロひっくり返す、転がすやつ。ホテルの中に機材も。タイミングで招き入れていただきます。了解。はい、すいません。田辺さんの前に。田辺さんはね、ガンで開いてます。忍者がいる、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 やばいやばいやばい、忍者がいる、忍者がいる、あーやばい。に化けてるんですね。あれ田辺さん今日。いい感じのおつえです。3、2、
と思う。これは貴重な、しかもこの、これすごいね。これいいですね。これはすごいけどね。どれですか？ずっと戸隠山があって、はい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 、一番左のピークから下が剣の刃渡りとか有能渡りっていうところで、その下ずっと降りてきたところにちょっと赤いところがあって、これ下の紅葉しているところがあって、その下にゴツゴツした岩があって、はいはい、こんないい天気の時はないので、ここへ来ないのは嘘でしょ。はい、ちょっと気分が晴れるでしょ。はい、こんな晴れることってないんですか、あんまり。でしかも今日はもみじが良くて、昨日予報だとこんなに晴れるとは思わなかったんで。もみじがいいですね、確かに。はい、もみじがいいですよ、この時期は。おお、日本百名山。裏側が戸隠スキー場で、この山に向かって滑ってくんですよね。おお、いいね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。はい、この爽快感といったらすごいですよ、やっぱり。他のスキー場とはない魅力なんです、ここはね。でもめっちゃ急ですね。急です。がアーマーの岩戸がゴツゴツしたのがすごい、はい、そういうことなのか、今初めて知った。岩戸を隠した山なので戸隠山、あれがいや、そうなんです。それはねそうなんですよ。だけどあの山自体がアーマーの岩戸だとは知らなかった。はい、やっぱりこの山は険しい山で、雪も多いんでね。これは市長は私は。いや、まだ。お皿は絶対に。伸びないうちに食べてほしい。入れ込みやると大変ですよね、多分ね。こうやってもう一回置くのってやったら、もうここで始めたい感じ。これでもいいですか？あ、じゃあ。これ、茂木さんのやつだけ、まとめておいていただいて。最初は。茂木さんの一発で分かる。茂木さんも、はい、はい、はい。父親にダメだし。それでは仕切りで、じゃあいよいよそばいただける段です。バスは走る。誠にありがとうございます。先ほど冒頭 VTR の中に